はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今回の動画はですね、題して、まあ、ニュージーランドに移住して良、まあ、かった理由についてですね、えー、話していきたいと思います、まあ。ニュージーランドに移住するメリットですね、えー、どういうところが良かったのかっていうところをちょっと話していきたいと思います。えー、今回あげるのはですね、だいたい5つあげます。 前に海外に移るにあたってしといた方がいいよっていう動画ですね。えー、出したので、もしよかったらですね、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。じゃあまず、ニュージーランドに移住してよかった点一つ目なんですけども、働き方が最高っていうことですね。前にもですね、働き方が最高っていう動画出してるんで、もしよかったらそれも見てくれると嬉しいです。 どういった働き方が最高なのかっていうのは、その動画でもですね、まあ、詳しく話してるんですけど、まあ、まずは定時で帰れたりとかですね、えー、有給消化率が100%なのかなほぼ100%なのかな、まあ、僕も全部消化してますけど、とか、あとはまあ年功序列、えー、まあ、年齢によるですね、あのー、区別がなかったりとか、えー、誰々が先に入ったから、 でもあのまあ目上の人とかあの年上とかにあの、まあ、日本でいうため口みたいな感じでこうグイグイ言えんのかって言ったらそうじゃないですよ結構ねあの考えて喋りますそういう人にはニュージーランド人もそうですしやっぱありますよね年功序列、まあ、がっちりとして日本みたいな年功序列はないもののまあ普通にありますよね まあ、プライベートがすごく充実してるというか、あのー、あのね、家帰ってきてからの時間がすごいあって、で、あのー、例えば、僕の出勤時間は7時半から、えー、4時なんですよ。4時に帰ってきて、例えば、そっからまあシャワー浴びてあ、4時に帰ってきてじゃないな。4時に終わるんで、あのー、まあ、5時前、時、早ければ4時半ぐらいに家着くんですよね。家から近いから。 で、そっからシャワー浴びて、まあ5時ぐらいですよね。ご飯食べて、お腹減ったらご飯食べて、そうするともう6時ぐらいでですね、もうあのー、何もすることがないんですよ。なんで、もう7時とか8時とかにも、まあ、寝ちゃおうか、みたいなあ空気にもまなったりするんですけど、まあそこでですね、まあ、自分の趣味とか、まあいろいろする時間が、 あるんで、まあそれはすごくいいですよね。もう本当にあのまあ、選択肢の幅がもうむちゃくちゃ広がりますよね。続いてえー、まあ、2つ目はですね。まあ、多様性があるって言うところなんですけどもまあ、多様性があるって言うと何でしょう。まず、ニュージーランドっていう国はまあ、ヨーロッパ系とまあ、ニュージーランド人なんですけど、ね、全部全員ね。まあ、ヨーロッパ系とマオリ系がまあ、まあ、一緒に住んでるみたいな感じで元々。えー、もともとまあ例えばちっちゃい頃から。 まあ学校とかに、まあいわゆる肌の違う友達とか、まあいるわけですよ。で、いる中でそのままこう、まあ育ってきてるんで、あのー、例えば違う国からの人とか、違う人種の人に対して、あんまり壁がないというか。なので、まあ僕もこうやって移民としてですね、まあ、ニュージーランドに来て、まあ、ニュージーランド人と一緒にしょ、えー、仕事してるんですけども、あのー、もうすごく仕事がしやすいと。なんかあんまり、まあ、例えば差別を受けたりとか。 まあ、あるじゃないですか。まあ、ありますよ。まあ、ありますけど、まあ、そういったところの壁があまりないなっていうふうには感じます。そうい、そういう部分で多様性がある。さらに、ニュージーランドって女性の社会進出がすごく際立ってるというか、まあ、ちょっと調べたらですね、まあ、120年前に世界で初めて女性の参政権をですね、えー、認めた国であると。まあ、今でその議員さんの中に、えー、女性が約40%から50%いるということで、 非常に女性が活躍している国だということが分かりますね。まあ女性もしたい仕事があるし、えー、女性も活躍したい、輝きたい、社会で輝きたい。まあそれを普通に認めている社会だということでですね。すごく女性にとってはですね、あのー、働きやすい、まあ生活しやすい国なんじゃないでしょうか。ということで、あ、そうそうそう、その首相も、あのー、ジャシンダー・アーダンさんっていうですね、素晴らしい首相がいますけども、今ももう明確なリーダーシップを持ってですね、 国民も今引っ張っていってます。本当に頼りになる首相ですね。続いて、三、えー、つ目。三つ目はですね、食料自給率が高いんですよね。この国、まあ。食料、食料自給率。食料自給率。はい。食料自給率はですね、なんと300%あると。なのでですね、まあ今あの、コロナウイルスでですね、まあ世界の経済が止まろうとしてる中でですね、まあ、ニュージーランドではですね、もし経済が止まったとしても、他国からの物流が 届こうったとしてもですね、自分たちの国でなんとか賄えると。その能力が高いと。 いいいう素晴らしい国でございます続いてですね、五つ目。自然環境が素晴らしい。あの、まあ、緑がいっぱいっていうことですね。まあ、あの、国自体の面積は日本より少し、えー、小さめですね。まあ、小さめなんですけど、人口はですね、まあ、約480万人と。大阪、僕、ま、大阪府生まれなんで、一応大阪で例えますけど、大阪府で800万人ぐらい、800か900万人ぐらいいるんじゃないですか。まあ、それの半分しか住んでないと。えー、人口ミスがすごく、 少ないという国でですねそして緑もたくさんあると、まあ、一応都会もあるというところでですね、えー、自然環境が素晴らしいという感じなんですけどもその中でですね、まあ、電力電力のですね80%が再生可能エネルギーで、えー、作り出してるということで,ですねそして原発がないすごくクリーンな国なんですよさらに国民同士もですねとても エコ意識が高い国なんですよね例えば僕もあの結構スーパーとか行きますけどエコグッズとかオーガニック製品とかがすごく種類が多いという感じですあの本当はあのエコの商品とかですねあのオーガニックの商品がすごく手に入りやすいっていうかですねまあそういったところが素晴らしいっていうところですねまあ最後に5つ目に挙げたいのはこれはニュージーランドっていう わけけじゃないんですけど、まあ、英語のコミュニケーション力がつくよっていうことですね。ニュージーランドの公用語は英語なんで、あの日々生活していったりですね、まあ、あの仕事をしていく中で、英語を使っていくので、まあ、今後、どん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 グローバル社会になるにあたってですね、まあ、英語のコミュニケーション力がつくと。もうそうするとですね、もし僕がですね、まあ、この国以外に住むことになったり、日本に、えー、もし帰ったりとかですね、まあ、する場合にでも、 おその英語のスキルというのがです、ねまあ、つくと,いうことなんです、ね、そうするとですね、まああのーまあ、自信がつくというか、あのーまあ、どこに行っても、まあ、通用する、まあ、あまり言い過ぎると、まあ、あれなんですけども英語ができると、まあ、選択肢が広がりますよね。 と、まあ、こんな感じでですね、まあ、ニュージーランドに進むと、得られるメリットというか、えー、話してきました。まず、その、働き方が最高ってことですね。そして、二つ目は、多様性がある。そして、えー、食料自給率が高いと。そして、えー、自然環境が素晴らしい。最後に、英語でのコミュニケーション力。まあ、そして、自信がついて、選択肢が増える。っていうところなんですよね。まだまだ他に、あのー、 メリットですね。まあ、あると思います。あの、もし、あの、他にもあるよっていう人はですね、あの、コメント欄にぜひ書いていただきたいんですけども、はい、という感じですね。えっ、ー、と、話してきましたけども、いかがだったですかね。えー、ニュージーランドに移住したメリット。まあ、あこれを見た人はですね、もしかしたらニュージーランドに移住したいと思ったんじゃないですかうーん。なのでですね、まあ、今後もですね、えー、こういったことをですね、まあ、シェアしていきたいんですけども、ただ、 メリットだけじゃないんでですね。次回ですね。別の動画ですね。ニュージーランドに移住して分かった、まあ、デメリットをですね。これをちょっと紹介していこうと思います。移住するにあたってメリットだけじゃないですよ。いいところじゃないですよ。ちゃんと悪いところも見て自分たちに合ってるのかっていうところですね。吟味して決断する必要があるんで、ぜひそっちの動画もですね、見ていただければと思います。それでは今回はこの辺で失礼いたします。バイバイ。